はい。えー、それではですね、FX オリガルヒに参加していただきましたら、このポータルサイトも活用していただくことになります。えー、順番にね、解説していきます。えー、タグはですね、えー、目次ですよね。1、2、3、4、5、6、7。8個あります。で、8個を毎日見るわけじゃなくて、主にはこの日々っていうところを見るようになりますね。で、日々時間が取れない方は、週間まとめで、1週間に1度はここを開いていただいて、 今週一週間は何が起きたのかってことを確認していただく。その上でさらに時間が取れるようでしたら、例えば、7月の3日にものすごく大事なことがあったなと感じれば、日々の方で7月3日を復習するという形を取れば、時間がない方でもしっかりと学んでいけるようになります。ただやっぱり FX の専門家として、勝てる FX プレイヤーになりたい場合は、毎日 FX をね、やる時間、つまり日々を 少しでもいいから毎日無料にした方がいいのは言うまでもありません。え、そしてまずトップページから説明しますけども、ここはですね、FX オリアルに参加した方が、まず一番最初に見ていただきたいところなんですよ。例えばこちら。ね、これ30分ほどある動画なんですけども、ちょっとこれもね、見て気持ちを整理していただきたいかなというところがあります。え、人生100年時代とは言うんですけども、私たちがね、50代、60代になっても、まだまだ人生って長いわけですよ。じゃあその先の不安はどうやって打ち消せばいいのか。 大抵はお金があるかないかによって人生後半が豊かで楽しいものになるのかそれとも本当にね惨めでただ生きてるだけみたいになるのかってことが決まっていくと思います当然豊かで楽しいものになって周りの人にもねなんか施してあげたりとか助けてあげたりとかしたいじゃないですかそうなるとやっぱり経済的な不安をまず打ち消すっていうことがね必要になってくると思いますで今回 FX っていうのは50代過ぎても金持ちになれる そんな方法だと思うんですよ。やっぱりね、どっかに働きに行くとか、会社に入って出世するみたいなことがあったりとか、あとはインターネットで言うとアフィリエイトやったりとか、転売をやったりとかっていろいろあると思いますけども、体力的にもね、それから新しいことを身につける手間とかね、うん、そうやって何年ぐらいかかったらそれが身につくだろうかってことを考えたときに、一番バランスが取れていくのが、私はエフェクスじゃないかなと思うんですよ。他のビジネスも一通りやってきて、稼いできた10年だったんですけども、 50代を過ぎるとさすがにね、アフィリエイトをやりますかとかね、ブログを書きますかとかね、YouTuber になるでしょうかってことを考えた時に、だん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 可能性が削がれていくんですけども、でもその中でね、FX っていうのはすごく単純なんですよ。で、作業も指先一つでできちゃうんで、すごく作業軽減になります。唯一困難だなと思えるのは、新しい分野の勉強するってことですけども、その勉強もですね、基礎用語を覚えていく、 公式ををやるる精神力つつけるこのぐはい、そのようなことを下の方にも書いてますけども、えー、放送スタイルがありますので、ここもね、短い動画になりますけども、再生していただければ学びやすくなると思います。今後の FX の配信状況ということでね、えー、こちらの方に書かせていただいております。それから、ここはね、私の決意みたいなことが書いております。 で、FX は投資の技術を身につけることで、今までの人生を全部生産して、ね、お金持ちになる方法です。今までお金にね、苦労した、借金がある、住宅ローンがまだ改善でない、欲しいものがあるけどまだ手に入ってない、その問題が全て解決できるのは FX なんですよ、ね。FX はすごく単純なロジックで、しかも多くの人が勝手に諦めて退場していきますので、その諦めた人のお金が、諦めなかった人で分配できるってことになります。 で、私の場合ですけども、もう随分前になります。2017年に始めてですね、最初30万からスタートしたんですけども、一度も勝てないまんまあ、8万円にまで減っちゃったんですよ。多分半年ぐらいでね。で、そっから3年目、2年目っていうのは少しは勝ったんですけどもね、まあでも30万がね、50万ぐらいになったぐらいの本当に昇降状態だったと思います。3年目ではっきりと、あ、400万ぐらい勝てるようになったな、っていうことですね。元金が、 100万に、えー、できたのが2年目だったんですよ。で、3年目で100万円を投じて、それが400万になった。プラス300万になったってことですよね、利益がね。で、4年目ではっきりと800万の価値になりました。で、5年目で年間の1000万を突破したわけですよ。で、5年目でね、1000万突破するって、どんな会社に就職しても、じゃあ5年目で年収1000万ですよってことは、なかなかないと思うんですよ。で、6年目は開始5月までに1000万円を突破ということで、 もうね、6年目ってのは、えっ、ー、と、2022年のことですけどもね。この時には、2700万から800万の利益で終わりましたね。2780万ぐらいだったと思いますけどもね。はい、そして今7年目を過ごしておりますけども、7年目でも順調に、えー、皆さんと一緒に学ぶことができております。私もね、実際に利益を上げることがね、もうできていまして、もう多分年間で1000万切ることはないんじゃないかなと思ってますね。はい、そしてそれをですね、 初年度からずーっと私は FX で放送してきたんですよ、YouTube でね。うん。で、もう7年目の FX の放送になりますが、今は FX オリガルフっていう専門構想をやる際に、えー、ほとんど限定公開にしております。えー、2023年から50代を迎えにあたって、一人でも多くの人を FX で稼げやすくたいっていう風になったんですよね。というのが私は FX をやる前に、速可塾っていうビジネススクール、アフィリエイトを中心としたあ、ビジネススクールをやってたわけですよね。で、 FX で何が一番学ぶ際にネックかというと FX をね教えてくれる人がサポートをすごくねめんどくさがるってことなんですよそもそも FX って一人で稼ぐ手法なんで誰との関わりもしたくない人が選ぶことが多いんですよねだから FX が上手な人に学ぼうと思ってもその人がねちゃんとサポートしてくれるかどうかっていうのがものすごくね疑問であるんですよで私の知り合いの FX プレイヤーも すごく腕はいいんですけども、サポートをしてくれないんですよね。まあだから、その方も FX 塾っていうのが途中でね、崩壊してしまったんですけども、私の場合は、もともとが、速下塾っていうビジネススクールをやっていて、細かいサポートをずっとやってきましたんでね、FX の塾を立ち上げた時でも、すごい細かくサポートができるんではなかろうかと思ったんですよ。そしたらね、今、丸1年経って、2年目に入ってますけども、サポートのレベルっていうのはね、全然落ちないんですよね。 しかも私ちょっとおせっかいなんですよね。人のサポートするのが結構好きなんですよ。その力が投資の世界でも生きてるのかなっていうところですね。そういうふうな前提をここでいろいろと書かせていただきました。よろしかったら読んでみてください。えー、それからね、えっ、ー、と、ここに講義ってのがあります。2023年に講義ってのがかなりできておりますので、こちらの方をクリックしてみましょう。はい。講義ってのはですね、FX に必要な 力っていののをつけるるためのいわゆる、ね、補助講義ですよね基礎用語を覚えたテクニカルの技術を身につけたそういう方に通用する形で講義をこのように35個展開してますそして最近では1周年記念の FX オリガルヒの補助教材ができましたんでこちらの方も無料でご覧いただくことができますで、えー、教材はですね1年間で35個の 講義ができましたんで多分この講義35だけでも、まあ、数十万の価値を持ってね提供することができるんじゃないかなと思いますはいここで細かい力を身につけることができますので一つ一つ大体10分前後の動画になってますけどもこれをご覧いただいて実際の相場で起きたことをここの講義にしてますのであの例題的にねこんな相場がもしあったらみたいな話をしてるわけじゃないんですよ この1年間で実際に攻略してきた。これね、10月6日木曜日には、こんなことがあったけども、こういうふうに攻略するんですよっていうふうに、レンジオプションの解説をしてます。そして、押し目の攻略ね。押し目の意味が分からなければ、ここで分かることができますし、じゃあ押し目が出てきた時にどうやって見分けるのか、その時にどのようにお金を投じていくのか、こういうふうな形で一個一個、利益につながる講義を載せております。はい。利益倍増講義なんてのもありますよね。 ヒゲについて細かく解説しています。CPI とかね。これ材料っていうことのお話をしています。つまり、ファンダメンタルズにどう向き合っていけばいいかってことですね。はい。日銀の単価の発表についてどのように考えていけばいいのか。日銀単価の発表は2022年の7月1日にありましたんで、今年も日銀単価はありますよ。毎年毎年出てくると思いますんでね。セカンダリートレンドってどういう意味かとかね。どう対処すればいいのか。 ロクににについてて大、ね、大ききなな資金のロジックこれ非常に大事になってきます多くの人が誤解しているところをそうだから勝てないんだよと誤解するからこそセルの場合に倍っていうのを貼ってしまう全く逆の判断するんだよってことを解説しています、まあ、これはねやっぱり勝ちを重ねてきたからこそそしてその前には誤解から来るマイナスを引いてきたからこそこの講義が成り立つと思いますね はい。まあ、まだまだありますんでね、こちらの方も少しずつ見ていただきたいと思います。講義はこれからも増える予定ですけども、ただ1年目ほど増えるペースは早くないと思います。次、Q&A。これは熟成さんからのクエスチョンについて、共有していいものにつきましては、ここで公開しております。あの、個人的なね、悩みとかね、生活に対する相談も来てますんで、そういうのはここでは紹介しないことにしてますけども、基本的には、 FX の悩みについて私が具体的に個別具体的にお話しているところですね。まあですんでこれご覧になっている方も FX オリアルラヒでこういうことがわからないんだとかね実際にこういう相場にどうやって向かっていけばいいのかってことを一つ一つこれコンサルですね。うんコンサルとしてお話しております。ちょっと長い動画もありますんでねここは他の人がどういうふうな悩みを持っているのかそれをどのように解決したのかってことが分かるようになります。 こちらの方も1年間で、えー、と40個以上の講義がね、作られることになりました。はい。じゃあ、日々ってところがありますけども、日々はちょっとね、後回しにします。一番最後にご覧いただきます。習慣まとめは何でしょうかこれはですね、時間がない方はここは見てくださいよってことなんですよ。今、習慣まとめは27週目までのこちらのセクションと、それからね、27目週目以降のこちらのセクションに分けております。つまり、1年間を 前半と後半に分けて2つのタグでまとめてるんですよね。27週目はどのようになっていたかっていうふうなね、1週間を振り返って私が解説しております。ですんで、時間がない方は最低でも1週間に1度、1、2時間を確保してこちらの週間まとめで学習してくださいと。瞬間的には1週間できなかったとかっていう時もあると思うんですよ。その方はここをまず見て、1週間はどんなことが起きていたのかを、まあ、ざーっと見ることによってね、 で、えー、すごく関心の強い1日なり2日なりをこの日々で確認するって形になります。はい、次、精神力です。FX で最後の壁っていうのが精神力なんですよね。精神力がなければ、例えば1万円を投入したり2万円を投入したりすることができませんし、含み損をずっと耐えることもできないんですよ。逆に利益を伸ばし続けるのも精神力のなせるはずです。つまり、精神力が養われてないと、勝てる局面で勝てない。 負けてもしょうがないところで、ちゃんと負けられないってことが起きてきます。ですんで、精神力を鍛えるために、私の方がね、1年間で8つの講義を展開させていただいております。こちらの方をご覧いただいて、強い精神力を身につけていただきたいかなっていうことですよね。精神力を鍛えるっていうのは、FX ではなかなかね、ほとんどの方がしてくれないところだと思いますんで、ほとんどの講師の方がね。私の場合は、こちらの精神力っていうのを、えー、かなりこだわって作っております。 そして「雑談」というコーナーがありますけども「雑談」というコーナーは本当に雑談です <laughs> これはね面白おかしく FX のことを語っていたりとかいただいた質問に対してもうちょっと肩の力を抜いていこうぜみたいな感じでフランクに語っていますねこれは私と本当に雑談してるみたいな感じで FX の話に絡めながらさまざまな内容についてこう語っているって感じです本本当当にに雑談ですここは本当に 暇な方とかね私の話が気になる方だけ見ていただければと思います。ですので、そんなにたくさんはね、更新してませんね、ここはね。はい。それでは、日々についての解説をして、こちらのポータルサイトの解説を終わろうかと思います。ありがとうございました。